ただいま紹介に預かりました東と申します。よろしくお願いします。この度リーダーアーツディションで、ボタニカをデザインさせていただきました。こういう感じですね。私は普段花屋として、またフラワーアーティストとしてですね、日々、植物に触れて生活をしています。植物が持つ色彩や造形の美しさには人に作り出すことのできない、儚さや強さがあり、毎日触れていていつも発達させられたり、目を見張るようなものに出会ったり、いつもエネルギーをもらっています。そのような中で今回携帯電話をデザインするという話をいただいてですね、普段、生活をしていて植物や、自然に、目が行きにくい人にもですね、何かしら身近な植物の存在を感じ取ってもらえるものを作ることで、人と植物をつなぐ存在としての携帯電話を生み出したいと考えました。ボタニカはですね、携帯電話本体と、ミリ単位のですね、精巧なフィギュアの、植物パーツで構成されています。何もつけないとシルバーのスタイリッシュな携帯電話ですが、携帯電話本体や、充電の機台に植物のパーツを、取り付けしたりですね、アレンジメントすることで、皆さんですね、自分なりの、アレンジメントを楽しむことができる、携帯電話になっております。お花の中にはですね、植物学者でなければ知らないような、タイタンアルムやラフレシアといったマニアックなものから、誰もが、知っているような、松や山桜などメジャーな種類まで、約36種類ですかねの、植物パーツが顔を揃えております。例えば男性であれば、松を1本ですね、ダイナミックに携帯につけてデコレーションするのもいいですし、女性であればカラフルな花を並べてですね、さまざまな人がそれぞれの遊びを見つけて、楽しめるような、携帯電話を目指しました。ボタニカに、植え付けられる植物ですね、実際、成長をもしなければ、枯れたりもしません。しかしプロダクトである植物たちを毎日触れたり眺めたりすることで、自然と植物が触れているような感覚になってくると、それが植物を身近に感じるということにつながってくるなと私は思っております。今では生活になくてはならない携帯電話という存在がですね、機能的な充実はもちろんですが、もっとシンプルにより多くの人の心に植物の存在を植え付けていくことができるのではないかと考えました。そしてですね、それこそが最近言われてます究極のですね、エコロジーにつながっていくんじゃないのかなというふうに考えております。本日は、ブースでも、本物の、植物を使ってインスタレーションさせていただいてます。どこに携帯電話があるのかわからないぐらい生の植物を同化してますけれども、皆さんぜひボタニカの世界を体感していただけたら幸いです。どうもありがとうございました。東さん、どうもありがとうございました。以上でアートエディションズコンセプトボタニカのご紹介を終了させていただきます。ボタニカに関するご質問につきましても